おはようございます。今日はびっくりするほど夏みたいに暑い日なんですけど、動物園に行っていきたいと思います。山だな。こんにちは。すべてここにいただけますね。改札の係にお渡しください。やばい。まだ動物を見る前にもう死にそうなんだけど。ここなんか昔はクマがいたんだよね。クマ？暑い。今子供を寝かしつけてやっと一息ついたところなんですけど、もう今すぐベッドにダイブして寝ちゃいたい気持ちはあるんですけど、すごいたくさん土ぼこりとかもうめちゃくちゃたくさん浴びてしまったので、ちゃんとお風呂入って洗顔してから寝ようと思います。今日はお肌も疲れたと思うので、しっかりスキンケア用品を入れ込んであげたいなと思うので、ピーリングを使ってちゃんと洗顔していこうと思います。使っているのはタソダのフェイスアクアジェル、こちらを今使っていますね。3つ香りがあって、オレンジとレモンとユズ。私はこれも今ユズがお気に入りで使っています。ピーリングジェルって肌の表面のなんか古くなった角質とか汚れを除去してくれるジェルです。これを使った後に本当になんかキュッキュッて、お肌がキュッキュッてなるの。次に使うスキンケアの化粧水とか乳液がすごいスルスルっと入り込んでくれるような使い心地です。こちらはケミカルピーリングとかじゃないので、お肌にもそんな刺激が強くなく優しく使えます。1週間に1回とか2回くらいはこのピーリングをしてから洗顔してピーリングをして洗い流してスキンケアっていう感じにしています。そうするとね、本当に肌が次の日がすごい調子良くて、年取ってくるとね、結構こうターンオーバーの時間が長くなってきちゃったりするらしいんですけど、肌を滑らかにしてあげることが大切なんだと思います。
ともちょっと似てるんですけど、なんかね、香りの一番最初に来るふわっととした時がレモンはね、で酸っぱい系のレモン、爽やかなレモンで、オレンジはねレモンに比べるとちょっと優しい甘さも感じられる柑橘系の香りかな。3つともどれもすごく爽やかでさっぱりする香りです。気になる方は概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。紫外線をたくさん浴びたので、今日はパック。ここで動画を編集したり、皆さんのコメントをチェックしたりしています。自分のやることが一段落ついたら、映画見たりバラエティの動画を見たりして夜の時間を楽しんでいます。